はい、皆さんこんにちは、願い橋のファングです。まあね、なんかいきなりこんなあの動画が出てるということで、まあ、ちょっと多分普段動画を見てくれる人は驚いていると思いますし、まあ、初めて、願い星のチャンネル開いたよっていう人にはぜひこの動画から見てもらいたいなっていうふうに思います。ということで、今回はですね、僕らの自己紹介と、そして動画の後半には重大な発表がございますので、動画を最後までぜひご覧ください。ということで、まあ、改めてね、このタイミングで自己紹介ということなんですけども、まずが私ですね。はい、ファングと申します。普段は願い星の中では、広報を担当しています。まあ、動画編集もするんですけど、基本的にはこう動画の、宣伝したりとか、あとはまあコラボの、窓口になることが多い人です。はい、好きなポケモンなんですけど、好きなポケモンは、サザンドラです。これがまあ好きな理由なんですけど、まあ、俺もどっから自分がそのポケモンを好きになったかあんま記憶にないぐらいなんですけど、まあ、結局頭3つついていてドラゴンタイプの中ではなんかすごいかっこいい、強そうみたいな感じで、好きになったっていう、まあ、そういう結構単純な理由です。実績なんですけども、僕はそんな目立った実績はないんですけど、ワールドチャンピオンシップス予選大会に関しては2009年と2010年に、出場したことがあります。2009年がカードゲーム部門、2010年が、ゲーム部門で、参加したことがあります。あと2011年の11月に放送された、ポケモンスマッシュの方に、あのゲストチャレンジャーみたいなやつで、出たことがあります。はい、あとはまあ普通にジムバトル優勝ぐらいの実績です。好きなデッキ、好きなデッキというか好きなカードなんですけど、フェローチ&マッシブン GX っていうカードがめっちゃ好きで、まあ、この、やっぱポケモンを軸にしたデッキを、まあ、結構いろんな種類組んでたんですけど、まあ、どの種類も結構好きで、まあ、なんで、まあ、好きなデッキというか、まあ、好きなカードになってしまうんですけども、まあ、フェローチ&マッシブン GX がすごく好きなので、これが僕の、まあ、推しポケモンデッキみたいな感じです。はい。ということで、まあ、僕の自己紹介はこんな感じでございます。それではじゃあね、次のメンバーにバトンタスしたいと思います。次はレンゲですね。お願いします。はい。どうも、願い星の、競技プレイヤー担当レンゲでございます。僕はですね、まあ、ポケモンカード始めたのは、去年の3月頃ですね、にポケモンカードゲームというものに触れまして、で、まあ、それから、ちょくちょくジムバトル出つつ、仲間内でやりつつみたいな感じで、今はなんか、すっかり競技志向の人間になってしまいました。で、僕はですね、推しポケとして、まあ、普段からブラッキーが好きですと言っていまして、まあ、なんでかというと、なんだろう、本当に気がついたら好きだったんですよね、なんか。黒だし、なんか猫みたいで可愛いし、強いので、あと、全然実機とかでも環境に乗るくらい強いので好きでしたね。はい。実績としては、もう本当に大したことないんですけど、自主大会ですね。まあ、2個3個優勝したことがありますよと。まあ結構有名な方の大会なので知ってる人は知ってるかなと思うんですけど、まあその中の一つはちょっと、株ポケに認知されてたり、されなかったりみたいな大会です。まあ、そこで、ちょっと優勝してたりしますね。はい。で、まあ、好きなデッキなんですけど、まあ、普通に殴っていくビートダウンデッキも好きなんですけど、最近はちょっとライブラリアウト LOO にハマってしまいましたね。まあ、その中のキーカードであるジュジュビアの8クマンが、レギュレーションで禁止カードになってしまったんですけれども、まあ、いろんなカードが出るたびにこいつ LOO できるんじゃないかみたいな考えを、巡らせています常に。はい、そんな感じですかね。はい、次じゃあ行ってもらおうか。じゃあまゆよろしく。はーい、願い星のイケメンイケボ担当のまゆです。はい、はい、皆さんこんにちは。いつもの通りやっていきます。はい、好きなポケモンはですね、あ、
名前送れました。はい。マユマです。はい。なんか、マユレ通したり、マユマレ通したり、なんかね、マユレ通したり、マユマレ通したり、ちょっといろいろおかしいんで、たまになんか、ちょっとぐちゃぐちゃなんですけれども、まあ、マユマで行きたいと思います。はい。まず好きなポケモン、ブースターですね。まあ、なんで好きなんだろうね。なんか、昔から、炎タイプ好きで、リザードンとかウィンディーとか好きだったんですけど、なんか、最初の EV に、EV で最初進化させたのがブースターだったっていう感じかな。うん。なんか、すごいあれなんですけど、はい。ブースター大好きです。はい。あとなんかね、好きなデッキか。まあ、好きなデッキ、あれか、好きなカード好きなデッキか。好きなデッキはゾロアーク系統が大好きです。はい、ゾロアーク。ゾロアーク GX ですね。はい。サンムーンの、4A だったかな？あ、4A じゃないか。あ、はい。の、光るデスに収録されたゾロアーク GX ですね。上が、特性が1枚捨てて2ドローで、技が、無色2個で、相手のベン、自分のベンチポケモンの数、ね、場のポケモンの数かける20点。で、120点ですね。はい。まあ、こんな感じで、ゾロアーク GX 大好きです。なんでかっていうと、まあ、手札増やせるっていうのはもちろんのこと、戦略の幅が広いっていうのはやっぱ好きですね。はい。大好きです。はい。あとは何かあるかな？なんかあるかな？まあ、うん。ゾロアークの中だったら一番好きなのは、あれかな？まあ、ルガゾロ。まあ、一番ベタな形かな？あ、あと実績か。実績、ポケモンカードは特にないです。はい。なんか、願い星の伝道ってか、なんかデッキ作成担当みたいになってるけど、はい。そうですね。なんかこんな感じかな。実績これと言ってないです。はい。じゃあ、次に回したいと思います。はい。次のメンバーはこいつだ。はい。次なんですけど、次本当はマグなんですけど、マグっていうメンバーがうちにいるんですけど、まあ、彼はですね、そもそも、浮上率がすごい低くて、エンカウント率が低いので、まあ、今回この、自己紹介の場にはちょっといないんですけども、まあ、名前はマグと言って、まあ、好きなポケモンが夜覗く、かっこ色違いだそうです。で、実績は多分、なさそうかな。多分表だったら実績はないんじゃないかなと思います。で、好きなデッキはちょっと本人に聞かないと分かんないんですけど、まあ、まあ、またね、動画には多分出てくると思うんで、はい、よろしくお願いします。ということで、じゃあ次のね、赤木くんに僕はつなげますので、お願いします。はい、願い星の、まあ、でかいだけの、目印担当の、赤木です。推しポケは、ガブリアスですかね。まあ、きっかけとしては、まあ、僕が最初に触れたゲームがパールだったんで、まあ、そこで、まあ、チャンピオンまで、リーグ進んでって、最後チャンピオンの白名がガブリアス出してきて、なんか、うわ、かっこいいなと思って、そっから多分好きになりましたね。で、実績は、まあ、そこまで大した実績ないんですけど、まあ、ジムバトル優勝とかならありますね。はい。好きなデッキなんですけど、まあ、パワフルビンタの、まあ、ハッピーナスが、まあ、好きなデッキですかね。コイン投げてる時が本当に楽しくて、まあ、あと、レギ落ちちゃったんですけど、ビクテニの勝利の星で投げ直したり、あとは、今だったら、ルミナスメイズで、投げ直したりする、投げ直したりできるんで、まあ、火力に期待ができて、まあ、そこでね、まあ、相手の VMAX だったり、タックをワンパンするのがまあ最高に気持ちいいんで、ハピナス好きですかね。はい。まあ、はい、こんな感じですかね。じゃあ次の、青ガにつなぎたいと思います。はーい。はい。青ガです。ということで、ですね、願い星の、負け担当兼デザイン担当、サムネイル担当の、青がですね、推しポケはですね、まあ、ゲンガーなんですけど、まあ、理由といたしましては、そうですね、もともと僕、まあ、ポケ化始めて1年ちょいぐらいかな、経つぐらいなんですけど、デッキ何作ろうって時にゲンガー&ミミッキューのデッキに触れたことがあって、そっからちょっとゲンガーが好きになってきてですね、ゲンガーを握るようになってきました。まあ、そっからずっとゲンガーを推してますね。で、実績に、ついてなんですけど、
なんだろうな、廃品回収ぐらいしかないな。まあ、ジムバトルちょいちょい買ってるかなぐらいで、もう本当に大きい大会とかはまだ今回の横浜 CL が初めてなんで、これといった実績はないんですけれども、まあまあ、ぼちぼち、昔よりは上手くなってるかなレベルですね。はい。で、好きなデッキはですね、もともとそのさっき説明したゲンミミの話もそうなんですけれども、まあ、青天井のデッキがすごく好きなので、今で言ったらズガドーンであったりとかは、結構手に馴染んでるかなとは思います。まあ、こんなところかな。ということで、現メンバーの自己紹介はこれで終わりだと思うんで、藤上直美は、キバに回したいと思います。よろしくお願いします。めっちゃ本名言うやん。まあいいけどさ。本名バレしとるからな。まあいいけど。はい、ということで、そうね。ということで、まあ今、なんか、ちょっと不穏なことをね、青賀くんが言いましたけど、まあ、ここでですね、願い星から10秒台発表が2つほどあります。ということで、まず1つ目なんですけども、なんとこの度ですね、オープニングが変わります。はい。ということでですね、新しく作っていただいたオープニング、できておりますので、まずはそちらご覧ください。どうぞ。はい。ということで、見ていただいたんですけども、はい。気づきましたかね？まあ、気づかないことはないと思いますけども。はい。ということで、この度ですね、チーム願い星、7人目のメンバーとして、新しいメンバー、ロスを迎えることになりました。イエーイ！イエーイ！みんなミュートしてるから俺だけなんだよね、この騒いでんのね。はい、ということで、じゃあちょっと新メンバーのね、ヨス君にも、自己紹介していただきたいと思いますんで、じゃあバトンパスしたいと思います。どうも、新しくなんか入ることになりました、リョスと申します。まあ、まあね、まあ、うん、なんだろう、好きなポケモンは、ワルビアルさんですね。まあ、オープニングにも載ってるように。アルビアルちゃんの何が好きかっていうとですね、まあ、悪と地面っていう、まあ、優秀なタイプ、そして、まあ、優秀な威嚇という特性をね、持ってて、もうすごい強いじゃないかと。なるけど、種族値があまりにも低いと。あと、技範囲があまりにも狭いと。いうことで、なんか、まあ、器用貧乏なところが、やっぱ自分に、やっぱ似てるっていうのかな。まあ、ランドでよくねみたいな話もあるけど、アルビアルの方がね、ランドより早いんで、まあ、そこで、そこだけね、忘れないようにしてもらって。まあ、ワルビーでランドに勝てるかは別として。で、まあ、実績としては、まあね、残念ながら、何もない。まあ、さっき自分はちょっと行ったりとか、まあ、順番にちょこちょこ出てるくらいで、まあ、他に何もないですね。まあ、好きなデッキっていうと、まあ、LO とかのデッキはすごい大好きですね。まあ、使えるかは別として。まあ、LO とか、まあ、バラマキとか、中打点ビートとかのデッキとかって、やっぱり好きだなっていうところはありますね。まあ、そんなもんかな。以上です。これからよろしくお願いします。はい、ということで、ロス君のね、加入が正式発表されまして、これから7人で、お送りしたいと思います。で、まあ、チーム願い星ってどういうチャンネルなのっていう人、多分いらっしゃると思います。僕らはですね、ポケモンカードのいろんな楽しみ方、いろんな遊び方を、発信していくことを、こう主とした、チームでございます。まあ、なのでですね、電動レギュレーション、エクストラレギュレーション、そしてスタンダードレギュレーションといった、まあ、大きな3つのレギュレーションに加え、まあ、ドラフト戦だったり、まあ、それぞれ の, その過去の大会の時の、特殊ルールの方にちなんだ、デッキを使った対戦動画とかも、今後やっていきますので、まあね、こんなのもあったんだよ、あんなのもあったんだよっていう、そんな、幅広いポケモンカードの遊び方を、皆さんと一緒に楽しんでいけたらいいなというふうに思っております。またね、ポケモンカードの対戦とは別に、
パック開封だったりとか、オリパ開封だったりとか、あとはまあ、大型大会だったりとか、まあ、その他もろもろもあるんですけども、大会レポートなんかも、やっていく予定でございますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、これからも7人になってパワーアップしたチーム願い星を、ぜひ、応援よろしくお願いいたします。ということで、皆さん大丈夫ですか？こんな感じで。大丈夫です。はい。ということで、ぜひこれからもチーム願い星をよろしくお願いします。では、バイバイ。